はい、皆さん、こんばんは。PlayStation Memories へようこそいらっしゃいました。今週取り上げたソフトはこちらの3本です。いやー、投票がびっくりするぐらい接戦になりましたね。どのゲームが1本抜け出したか、どうぞ皆さん気軽にキウイスムージーか何かをすすりながらどうぞご覧ください。はい、今週のゲームはギャラクシアンです。なんてね。あ、やっべ。おお、なまってないね。ということで、今週のゲームはリッジュレーサーでーす。よろしくよろしく。こんな裏技があったね。ういーっと。さあ、始めていきましょう。僕もこのゲーム遊ぶのは20うん年ぶりになりますからね。もう楽しみ。オートマで行きましょう。カーセレクト。リッジレーサーでは4種類の車があったんですよね。懐かしい。で、先ほどのギャラクシアン。あれをパーフェクトでクリアすると、こんな風に車が追加されます。マッピー号とか懐かしいな。ギャラガ。ギャラガ RT。キャロット。人参さん。ボスコニアン。ネブラスレイ。ゼビウスレッド。ゼビウスグリーン。まあそうですね。まず最初はさ、こっからいくか。サウンドセレクト。そうですよ。いろんな曲が入ってるんですよね。ひとまず、1曲目から流していこう。キーコンフィグ。そうそう。リッチレーサーはね、発売と同時にナムコさんが、ネジコンっていうコントローラーを発売したんですよ。よっしゃ、やってこう。視聴者の方の中にナムコのネジコン実際に持ってたって方いらっしゃいますか？面白いコントローラーでしたよね、あれね。あー、懐かしいな。最初のコーナー。うえい、ドリフトです。このリッチレーサーを攻略する上で欠かせないテクニックですね。いけリッジはね、いろんな車があって、それぞれの車に合った走り方をする必要があるんですけど、僕はどの車をよく使ってたかな。この車ではないことは確か。まあおいおい思い出していくでしょう。よし、ドリフトが決まると気持ちいいですよね。20うん年ぶりに遊んでも覚えてるっていうのは嬉しいな、やり方を。おお、ヘリコプター飛んでる。景色なんかもいいですよね。看板がさ、ナムコさんの他の作品の宣伝になっていたりとかしてね。こういったゲームがさ、家でも遊べるっていうのが本当に夢のようでしたよ。小学生あたりでリッジレーサー持ってたら、もうクラスの一番の人気者になれてしまうんじゃないの当時、おうちリスはもう何十人で集まってくるんじゃない？それぐらい画期的でしたよね、このゲーム。家で遊べちゃうっていうのはな。ゴール！いや、楽しい楽しい。あ、そうそう、こうやってさ、走り終わると、自分のプレーをこう、俯瞰で見ることができたんですよね。これもまた楽しかった。さっきの自分の走りをただただ見てるだけなんですけど、面白かったんじゃないこれね。つい見入ってしまいますよね。あと曲が楽しかったね。リッチレーサー、どの曲もやっぱいい味出してて、このゲームの雰囲気によく合ってましたもんね。ゲームオーバーもうちょっと言い方なかった？よし、じゃあ次行くか。中級車変えてみようか。なんか僕はね、この辺の追加の車ってあんま使ったことがないんですけど、せっかくだから使っていこうか。隣人さん、曲はね、どうしようかな。僕が一番好きだった曲かけさせてもらっていいですか。この4番、いきまーす。懐かしいこの曲が一番好きでした。我が家ではこれをバートっていう風に呼んでました初級と中級って何が違ったんだっけな。速度ぐらいかな。なんか中級ぐらいのさ、速度が一番こう爽快感があって気持ちよかったような、そういう記憶があるんですけど、どうだろう。おー、気持ちいい。まあ、さっきネジコンの話しましたけど、僕のね友達がネジコンを持ってましたよ。なんかね、初めて買ったソフトがナムコさんのワースタ、ワールドスタジアム、野球ゲームだったんですけど、それをねネジコンで楽しそうに遊んでたよああいうコントローラー、ああいう発想のものって最近あんのかな。僕はあれすごい面白いなと思ったんですよ。なんかルービックキューブを回すようなね、そういうコントローラーだったと思うんですけど、このリッチレーサーも確かネジコンを使って遊ぶのが推奨されてたような気がする。あ、しくった。あれがあるか、1位か。よし、おっとおっとおっと、あ、そうだよね、このゲームもともとがアーケードですから、ああいう風に時間内にチェックポイントをくぐんないとゲームオーバーになるっていうね、そういう性質を持ったゲームになってます。いや楽しいな。ゴール。この車いいね、見た目が。なんだろう、ブルーハワイみたいな感じこの間行った銀座のレストランでこういう色したデザートが出てきて、みんなちょっと一瞬うって持ってましたよ、家族が。ちょっと食いづらいなみたいな、着色料がちょっとすごいんじゃないみたいなね。老舗のレストランなんですけどね、デザートはね結構やんちゃだったこんな色のね。そしてゲームオーバー、もうちょっと言い方ないの？よし、じゃあ続けて上級行ってみようか。じゃあなんかね、僕この辺の車黄色だったっけな、これよく使ってたような気がする。じゃあ3曲目行ってみよう。この辺からちょっとヤバくなってくるんじゃない？確かさ、コースが拡張されてるんじゃなかったっけ。カーブが急に目の前に飛び込んでくるような、そういうコースだった幸先素晴らしいね。ああいう要素僕大好きなんですよ。ゲームは違うんですけど、ストリートファイター2とかでさ、竜のステージでなんか掛け軸みたいなのをぶっ壊したりとかさ、あと剣のステージだっけ、ドラム缶ぶっ壊したりとかさ、ああいう演出割と好きなんですよね。しかもこのゲームの場合はさ、次の週に入るとあの残骸みたいなのが残ったりとかするからね。うわー、結構厳しいなここ。景色を見る余裕がないね。久しぶりなんでね、景色も結構楽しみながら遊びたいところはあるんですけど。よし、すんげえ速い。おお、気持ちいい。あ、出た、ピンク。確かさ、あのマッピーなピンク号、妹と意見は一致したんだけど、なんかね、使ってて一番しょぼいなみたいなそんな車だった記憶がありますね。実際わかんないですよ、スペック的にね、優秀なのかもしれないですけど、僕ら兄弟の中では一番使ってて、体感ですよ、体感しょぼいなって思った車。皆さんはどの車好きでした？それぞれ特徴がありますからね。おっとおっとおっとと、ドリフトで進んでやった。よし、最高速度が速いやつ、加速が速いやつ、いろいろタイプがあると思うんですよ。ハンドルがよく曲がるやつとかね。皆さんはどのタイプでした？好みは。なんとなくね、僕この子使ってた記憶が蘇ってきてますね。なんかドリフトのやり心地がしっくりくるって言いますか、懐かしいね。曲がり加減とかね、こう無駄にドリフトを多用したくなってしまう感じもね。20年前の自分の脳細胞の記憶がよみがえりつつあります。今のあれか、周回遅れか。ゴール。さあ見てみましょう。あ、そうだそうだ、ベースになってるライバルの車が普段は黄色なんだけど、自分が黄色を使うと赤い車がライバル車になるんだよな、これな。いいねもうちょっとかっこいい場面を採用していただきたい。なかった？もうちょっとぶつかりまくってんの。いや、楽しい楽しい。ついついこう笑顔になってしまいますね、遊んでて。そしてゲームオーバー。よーし、じゃあ次はいよいよ最後タイムトライアルやっていきましょう。タイムトライアルは確か1対1の足しなんだよな。これいこうか。この子もよく使った記憶がある。で、曲なんですけど、当時リッチレーサーを買って遊んでた方の大半がやっていただろう裏技を楽しんでいきたいと思います。それは何かというと、音楽 CD をかけながら遊ぶっていう裏技です。みんなやったでしょ。なんとこのゲームはですね、普通の音楽 CD をセットしてプレイすると、それをバックでかけながら遊べるっていうね。よし、よろしくお願いします。しくった。おお、曲がりやすいねこの子、すごい。さっきの子が極端に曲がりにくい子だったんで、ちょっと慣れるまで時間が必要ですね。よし、どうだ、いいね。この子もしっくりくるね。と言った矢先に抜かれるし、こんな感じね、ドリフトは。よし、狭い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 やるのお主、やるの。普通に曲がれそうだけど、ドリフトをあえてやるっていうね、面白いから。なんか中毒性がありますよね、ドリフトってね、このゲームの。飛びます、いけいけ、よし、抜いた抜いた。いけるいける。うわ、抜かれた。抜き返し。あ、やばい、しくった、抜かれそう。大丈夫大丈夫、ウイニングラン、イエーイ。あ、まだあんのまだあった、あれラストとか言ってなかったっけさっき。であれば仕方がない、集中するぞ。よし、いやー楽しいな。よし、だいぶ慣れてきましたよやべえ、言った矢先にまた抜かれそう抜かれそういや、いけるいける、今度こそゴール。いや、もうあれおとなしいそうだね。多分ね、これ CD 入れてるから、本来読み込むべき場所に音がなかったから、こういう現象が起こるんだろうね。これゲームに戻したら音が鳴ったりするのかな？どうだろう。でまあ、そんなことで今回の PlayStation Memories では、アーケードから移植されたゲーム特集をお届けしました。皆さんにとっての何か思い出深い移植作品ございますか？僕はね、くしくも同じナムコさんになるんですけども、妖怪道中記っていうゲームがとっても、思い出深い作品となっております。リッジレーサー、プレイステーションバージョン、トランスプランテーションスタッフを移植スタッフ？おとなしい状態続いておりますけど。まあ、多分今これエンディングの曲が流れてると思うんですけど、これを実際自分で聞いてみたいという方は申し訳ないんですけど、リッジレーサーをお買い上げになって自分でプレイして聞いてください。僕の実況では無音バージョンのエンディングをお送りいたします。でもこれもね、思い出だよね。そう。必ずしも CD の一番いいところを再生してくれるわけじゃなくて、リッジレーサーのこの位置に曲が来るっていうところを再生するように多分なってると思うんで、こういうことが起こるんだよね。お、名前入力？じゃあ、S。E からの A C おー、1位になりました。そんでですね、まあ、クリアできるかできないかわかりませんけれど、このリッジレーサーを語る上で外せない黒い車。黒い車との対決。これを最後にやってお別れしたいと思ってます。なのでね、CD もね、また違うのを入れ替えようか。お願いします。よっしゃ、行くぞ。真っ暗じゃねえか、ここ。黄色い子がなんかさ、先導してくれてる感じがあるね。おい、今いたぞ、黒い車。いやー、ドリフト気持ちいいね。あ、来たぞ、黒いやつ。真っ暗だな。画面に顔を寄せますうわ、やべえだ、ここ。そう、黒いやつはですね、遅れてスタートするわ。途中でさ、ウサギとカメの話みたいにさ、木陰に腰掛けて居眠りするんじゃなかったっけ？で、その後爆走するっていうね。そういう余裕を見せるんですよ。それでもめちゃくちゃ強いんだよね。おう、1位か。あ、なめプレイ中ね、あいつ。今のうちだ。わっしょい。手にどんどん汗が。よっしゃ、いい感じじゃない？やべ、ちょっとドキドキしてきた。なんかいい感じすぎてドキドキしてくる。わっしょーい。あ、抜かれた。あ、やべ、抜かれた。すんげえドキドキする。よし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 。よし、やったー。やりましたー。汗びっしょりですよ、手に。いや、楽しいね、リッチでさ。久しぶりに遊んでもさ、こんだけ盛り上がれるっていうのはね、相当の名作ですよ。で、あれだ、例によって僕のもうちょっとかっこいい場面あったんじゃないのっていうのに、そのままぶつかりまくってるやつが採用されるんだろ。リプレイで。いいよいいよ。そしてゲームオーバー。サンキュー。はい。ということで、リッチレーサーお楽しみいただけましたでしょうか？僕はとっても楽しかった。もう頬が笑いすぎて痛いですもん。はい。それでは皆さん、最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。